こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ええー、と最終日でね。どれぐらいの人が来られるんだろうと思ったんですけど、たくさんの人に来ていただいてすごくありがたく思います。ありがとうございます。えっ、ー、と今日今から私がお見せする写真は小豆島を撮った写真です。で、あの小豆島って皆さんご存知ですか？はい、行ったことある方。お 住んでいる方 <laughs>、はい、あの今日はちょっと小豆島からも来られてますけどもあの小豆島私今回、えー、と撮らせていただくことになったんですけどもあの実際に行ったことってありませんでしたで、えー、去年の6月に初めて小豆島に行ったんですけどもあのちょっとね小豆島の情報を皆さんに、えー、とお伝えしたいと思います。まずですね場所 関東の方はあんまりご存知じゃないかもしれないんですけど、小豆島というのはえっ、ー、と瀬戸内海にありますね。で、瀬戸内海にある島ではえっ、ー、と淡路島に次いで2番目に大きい島です。であ、そんな大きいんだって思いました。あのー、私自身が行くまで想像していた。島はもっとこう。ちょっと。 1>, 1日かければまあいろんなところを全部回れるのかなと思っていたぐらいの大きさだったんですけど実際にこう撮影に行くようになって、えー、と車で回ったんですけどね外周というか小豆島の島島全部え小豆島の道ですね <laughs> 道を全部車で回ろうと思ったら、えー、と1日じゃ回りきれないぐらい車でですよそれぐらい大きい島なんですね。 であのー、島の外周、海岸,海岸線です、ね、の長さでいうと1 2 6キロあります、あの皆さんが想像するよりも多分すごく大きな島なんですけどあの小豆島のことを調べていて一番びっくりしたのが今、ちょっと船の写真が、ね、出てきていますが日本にある離島、島の中で、えー、船でしか行けない島の中で一番人口が多い島なんです。 なので皆さんもあちょっと小豆島に行ってみたいなと思うと島には船でしか渡れませんでこの船なんですけどあの高松からは、ね、船で、まあ、1時間程度で私はあの神戸の辺りに住んでいるので神戸からだとあの港に行くと3時間10分ちょっと長いかなと思うかもしれないんですけど3時間10分乗ったままで着けば小豆島です。 でその船の中っていうのはもう皆さん、思い思いの時間をね過ごしていて船に乗るっていうとちょっと旅のなんかこう味わいというかいつもとはいつも日常ではやっぱり船に乗ることって少ないのであ旅に出るなとかどっかに行く気分になるなって言って私はすごく船が乗ってみてすごく楽しかったんですけどでその中でもね本当に皆さん、思い思いに過ごしていてあこういうとこで寝るのありなんやみたいな。 でなんか他に船の中いろいろ撮影できるところないかなと思って帰ってきたら2人に増えてたりしかもこれえ、なんか働いてる人なわけないと思うんですけど、まあ、あの日常的に使っている方々がちょっと休むとかねいろんな思い思いの時間を過ごすために使っている船の中でしたで小豆島なんですけどこんな形してます。あのー、牛 の姿を横から見た形とよく言われているみたいなんですけどわかります牛の形左が頭右がお尻というかで、えー、と高松から向かうと着くところがこの渡呂庄港ですで神戸から向かうと着くのがこちらの坂手港で小豆島っていうのは、えー、と下半分が観光の場所がこうたくさんあるんです で初めて小豆島に行って私が感じたことはすごい山が高い、もうすっごい高いです。で、あの私がこう島に行くって考えたときに、なんとなくこう想像してたのって、例えば沖縄とか沖縄の離島とかでも石垣とか。 昨日全然反応がなかったんですけど関西でいうと友ヶ島とか <laughs> なんかそういういちょっと歩いて登れるよみたいなそれぐらいの島ななんだろうなそれぐらいの山とかがあるんだろうなと思ったらものすごい高い山があって、あのー、渓谷もすごく有名で寒華系っていうようなね、あのー、例えば、えっと、秋の時期紅葉の時期に行くとすごくきれいな場所とかもあったりするんですけどそういう、まあ、高い山がすごい高い土地です。 で結構ね、ね道のこう起伏も激しいんですね、あのー、車で走っていると、すっごい気持ちいいんですよ、ずっと山の中抜けたたなと、抜けたなと思ったら、パッと目の前に海が広がったりで、こういう夕日が綺麗な場所でも、ちょっと上見上げると、建物も何も映らない、その奥に雲だけが映ったり。 なんかそういういねあの起伏があるところでのあの抜け感のある写真っていうのがすごく撮りやすい場所だなと思いました。で、あのー、私はね写真を撮るときに光を見ています、いつもねどんな光がここに来ればいいだろうかとかあそこの光綺麗だなとかって思いながらこう撮影をするんですけど小豆島自体、その 例えば東京、横浜で私がいるまあ関西でも大阪とかでそういうところって建物が高いのでなんかこう光が入ってくる時間って限られちゃうんですよ、ここは朝しか来ない、ここは夕方しか来ないでもそういうのじゃなくて本当に周りに何もない綺麗な光がずっとこう注いでくる場所なので。 時間帯によって、ね、いろんなところがいろいろなこう表情を見せてくれてスナップを撮るのはすごく楽しかったです。でこういうい小豆島に行ったきっかけなんですが、えー、小豆島カメラというグループがありまして、えー、小豆島で、ね、実際に暮らしている7人,あの,7人の女性の方々が日々、小豆島の良さを発信しているもう写真でです、そういうグループがいます。 えっと今日前にねお二人来られていますが、あのよかったら立っていただいてあの <laughs> ごめんなさいいきなり無茶振りで <laughs> えっと小豆島のカメラのボウノさんと太田さんです。はい。<laughs> ありがとうございます。<laughs> であのこの7名の方々が本当ね小豆島の魅力を写真で発信しているんですけど、えー、去年の4月から。 1> 1日1枚小豆島の写真を皆さんでねこう代わる代わる上げています。これはタンブラーというあのところで上げているんですけどフェイスブックも連動していて見れるのでぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思うんですけどもこの,あの皆さんに、えー、と私は写真を少しね写真のことを教えに小豆島に行くっていうのが初めての小豆島でした。そそれがね6月だったんですけどそこから毎 1> 月まあ1回は小豆島に訪れて写真を撮ってきたんですが最初はね小豆島に行って早々やっぱりこうどこに行けばいいのかどういうところがあるのかわからないので小豆島カメラの皆さんにいろんなところに連れて行っていただきました観光地でいうとね有名なところが中山の千枚田え棚田がずっと続いてるすっごく綺麗な場所です でこれも,、あのー、もう地元ならではなのかこうずーっと上がっていく道をこう、ね、案内していただいてここからがきれいですよっていうのを教えていただいたりしたんですけどこれど、ねあのー、千枚田、ずっとこう続くんですけどこの辺見ていただくとちょっとこう、ね、田んぼが枯れちゃってる場所とかもあるんです。 でやっぱりこう、えー、と田んぼを、ねえー、管理するオーナーの方がいなくなってしまったりしててすごくこれなくなってしまっては残念だなと思うので、あのー、ぜひ、ね、いろんな方に小豆島に来ていただきたいと思うところなんですけどもこういうきれいな場所を見た時に写したくないものあるいは写したいものってありますねでそういう時に、あのー、何を選べば何をどうすればいいかっていうと、まあ、1つはレンズっていうことも。 言えるの言えるんですけどもう1つはねアングルです皆さんアングルどういうアングルをから取ればこれは見れるのか見えないのかで私はそのちょっと枯れてしまっている田んぼは絶対にまあ見せたくないなと皆さんに意識はしてもらいたくないなと思ったのでそこが隠れるアングルをもう微妙な位置ですよね。こう構えながらど ここがいいいかないやもうちょっとでもこうすると奥の田んぼ見えなくなるからもうちょっと上がってとかっていう微妙な位置をこう調整しながら撮りましたでねこのすぐ、まあ、棚田の一棚田、えー、と千枚田の下の方にある、えー、と建物なんですけど農村歌舞伎の舞台というのが小豆島にはあります農村歌舞伎ご存知ですか 頷いてる方もね。少しいらっしゃいますけど、えっ、ー、とその地区の方々が演者となって、えっ、ー、と毎年1回。そこで歌舞伎を歌舞伎が行われるそういうものなんですけども、昔からずっと続いている文化で、小豆島にはこの歌舞伎の舞台が2箇所あります。これが1つ中山の農村歌舞伎舞台。ちょっともう1個変わるんですけど、あんまりこう変化がないんで見ててくださいね。もう1つ。 これひと山のの方は毎年、えー、ゴールデンウィークに、えー、と舞台が行われますで先ほど見ていただいた中山の方は10月の第二日曜12日ですね、はい、12日に舞台が行われるんですけどあのそれぞれ豊作を願ってなのか豊作を祝ってなのかっていう、ね、違いがあるんですけどもその,その地区に住んでいる方々が演じる歌舞伎です。 でぜひこれはね見ていただきたいなと皆さんに思うんですけど私もここに行ってね歌舞伎は絶対撮ってみたいなと思ったのでちょっと後で撮った写真見ていただきたいと思いますが初めて訪れた日舞台が開いていましたこれ、めったにないことなんですよね、私ラッキーと思いながらその一緒に行ってた方々が舞台が開いてると珍しいと言われたんですけど私、初めて行ったので。 珍しいも何も分からなくてああ、あそうですかと,と言いながらこうちょっといろいろ撮影をしてたんですけどちょうどね、なぜ舞台が空いていたかというとこれ、今、前から見ると1階建てなんですけどね、横から見ると2階建ての建物になってます。で、2階建て、横から見ると斜めの土地に立っているってことですね、でそのここが2階、じゃあ1階はどうなってるかというと舞台裏になってます。 でここもね中をたまたまその舞台がなぜ開いてたかというとその舞台のための衣装とか、まあ、そういうものをそ、あのー、干したりとかかな掃除したりとかするためにこのおじさんが行き来していたのでちょうどたまたま開いてたんですけどあのー、ちょうどお話をしているとね女の子たち何人かで話していると中を見せてくれるというので中を見せてもらいましたでこのおじさんがねすごい気さくでいろいろ話しているとわしも演者いろいろやってきたよ。 いろいろ演じてきたよって言って、ね、目の前で <laughs> 踊ってくれるんですよ。でこういう踊りとかも見ながらああ人が温かい場所だなと思いながらこう写真を撮らせていただいたんですけどずっと続いてる文化なのでこういう鏡1つ見てもすごく歴史を感じるんですねもう,こうちょっと古く分かります上の方古くなってしまってるんですけどそれでもずっとそこに居続けるっていうのがあなんか素敵だなと。 汚くなったから新しいものにするんではなくってずっとやっぱり使い続けるその価値観ってすごく素敵だなと思いましたで小豆島いろいろなところがあってこれはすごく純和風なイメージなんですけど皆さんがこう想像する最近小豆島を紹介している雑誌とかでよく見るのってこういう写真じゃないかなと思います、えっと、オリーブ公園にある風車の写真なんですけど あのここはねまた全然雰囲気が違ってあの西洋的な雰囲気が広がるすごく素敵な場所です奥見てもらうと海がずっと広がっているのも見えるような少し高台にある場所なんですけどあのもちろんこの風車だけじゃなくてね周りに行くともうずっとオリーブの木がある林というんですかが続いています。で先ほどね 天気がいいと、まあ、あの写真も撮りやすいですねって言ったように天気がいいとやっぱりこういういオリーブの実でも光と影ができて,できてくれるので立体感を出してくれてねすごく撮りやすいですねでもう一つ、えー、と有名な観光地でいうとひしおの里という場所、えー、小豆島、産業がたくさんあって、えー、皆さんご存知なのはオリーブかなと思うんですけどそれ以外にそうめん、あとはお醤油 あとは佃煮あとごま油この辺が、ね、あの有名なあの特産物なんですけどひしおの里というのは醤油蔵がある町ですでそこに行くとねあの醤油蔵を見学させていただけるところもあって見学させてもらいながらあとはお話ね醤油ってこういう風に作ってるんですよとかいうお話も聞けてすごく楽しいんですけど。 あの私はね写真を撮るのがすごい楽しかった場所でしたあの先ほどのオリーブ公園みたいに太陽の光がこうさんさんと輝いているところっていうのはまあ綺麗ですね、爽やかだし綺麗でも、ちょっと日陰があってほんのりと光がさしてくれるところっていうのはすごく絵になるんです。こうドラマチックな絵を作りやすい でまあこういうところもあちょっと足元のあの床のテカリが綺麗だなあと思いながら撮ってたんですけど、これ後ろ樽ですね。醤油が入っている樽。これすごい大きいんですよ。ちょっと別の醤油グラですけど、横から見るとこれぐらいの大きさ。想像つきますか皆さん？人2メーターぐらいですか？ね、あのだいたい2メーターぐらいで、あのえ、さっきこう上から見ていただきましたね。あ次の写真でいいか。これが 見学に行くと上から見えるんですけど、えー、これ危険じゃないんですかと落ちちゃったらどうするんですかとかっていう聞きなそういう質問も出ながらいやまあ落ちたことは何度かっていう話もちょっと聞きつつめっちゃ危険じゃないですかって言ったら私はね醤油のそのたるに2メー,ター落ちることに対しての危険ですよねっていう話をしていたのにいや実は危険なのは落ちることじゃなくって醤油に。 落ちてしまうことが良くないんですってあの人間って塩分をね何パーセント以上取り入れるとダメなんですねなので醤油にずっと浸かりっぱなしになってしまうっていうのが危険なのであのまあ、ちょっと気をつけてますと,というようなお話を聞きながら醤油蔵を取らせていただいたんですけど太陽の光ができるだけ入らないように醤油蔵作られているのでこういう裸電球があったりします でやっぱ太陽の光がほのかに入っているっていうのも綺麗なんですけどこういう裸電球がそのままあるってあんまりない風景ですよね。でそしかもちょっとずっとこう年代を経てきた柱とともにこういうのが撮れるとあちょっと面白いな、なんかいな時代を感じていいなと思った瞬間でこれは、ね、後ろに人がいるところをちょっと狙って撮りました。 あの皆さん、例えばそういう醤油蔵とかに行った時にね明るいところで撮らないとブレるとかって思うでしょで、ブレるから、えー、と明るいところ、明るいところできるだけ入り口の近くで撮ろうとかって思っちゃうんですけど晴れた日に例えば醤油蔵の一番明るいところで撮ると光が直接差し込んできて光と影がもうパキッとできちゃうんです。 でそうするとこれ、えー、と木の、ね、こうもうわさっとなってしまったその質感なんですけどこういうものが伝わりにくくなっちゃうんですね硬い印象になっちゃうこれ木がふわふわっとなんかこう裂けた感じの柔らかい印象なんかここに酵母菌とかがくっついてるそのふわっとした印象を伝えたいのに入り口近くで撮っちゃうと硬い光になっちゃうじゃあどうしたらいいかというとブレるんであれば少し磯感度を上げつつ入り口から離れて 光が柔らかくなるところに行って取ってあげるとこういう柔らかい質感というのは取りやすい人でもそうですよね女性をね男性の方多いですけど女性を柔らかく撮りたいなと思うと直接の光がガンってきているところよりもちょっと日陰、木陰そういうところに行って取ってあげた方が柔らかい印象というのは伝わりやすいですでそんな中でですね,こ,うね、まあ、これ山六さんという醤油のえっ、ー、の作っている方のこの手なんですけどさっき出てきた裸電球 あれで照らされたこの手ってすごい私面白いなと裸電球って結構メリハリがはっきりつく電気なんです蛍光灯とは違って天光源っていうんですけどでそういうのに照らされるとねこの脈の影とかがすごい出てくるんですねで私ちょっとあの先ほど紹介していただいた時に、あのー、言っていただいたんですけどどちらかというと暗い写真を撮るんですよで混沌とした内面とか あの都市の死生観とか,なんかそういうのを撮るので暗いのにすごく惹かれちゃうんですで真っ暗な中に裸電球がポンとあるとすごくそわそわするぞわぞわする感じがあってあーなんかこのぞわぞわ感ちょっと写真にしたいなと思って手に最初注目したんですけどそこから撮ったのがね1枚こういう写真を撮ってみましたなんかこう気持ち悪くないですか もう気持ち悪いって言ってほしいんですけど <laughs> 気持ち悪く、なんかヌッとしてて一体何なのか分かんないけどでもなんかこう後ろの樽の質感はね見ていただけてでも手はなんかこうに人間なのか人間じゃないのか分かんないようなその気持ち悪さが映したいなと思いながら皆さんが一生懸命しょうゆの説明を聞いているときに横でずっと狙って撮ってました。 でなんかえっ、ー、とこういうね、えー、醤油蔵の中の撮影ももちろん楽しいんですけども秘史尾の里、えー、外のね町を歩いていただいてもすごく楽しいですわかりますかね山がすごい高いんですね小豆島でこの風景見たときに私なんか日本なのか日本じゃないのかわかんないななんかアメリカ的なというかそういうイメージを受けてあ面白いなと思って撮った一枚なんですけど秘史尾の里って ここ、にあります。ここ、ね、ここ、ね。海沿いですね。で、今撮った写真というのは、山に向かって撮りました。で、海の方を向くと、どんな風景が広がるかというと、分かりますかね、これ、えー、っと、醤油の工場があるんですけど、奥が何も映らない、なぜ何も映らないのかというと、これ、奥ね、海なんです。もう、ストンと抜けて海。 でこういう後ろがもう何もないすっきりとした風景ってなかなか撮れる場所がないのであこれは面白いなと思いながら、ね、人が来るのをちょっと、ね、ずーっと待ちながら工場で働いている人たちが行き来するのを待ちながら撮った一枚ですで。先ほども言ったんですけど街がこうあるのでその中をこう歩くと、ね、いろいろ面白い風景に出会うんですけどやっぱこう起伏があるのでその必勝の、えー、と里にある、えー、とお寺 がちょっとと高いところに1つあるんですねでそこからあちょっと高いところ気になるから登ってみようと思って登って下を見るとこれ夕暮れ時なんですけどすごく綺麗な光がさしててこういて柱ね、はい、そこから漏れた光が格子状でわあ、面白いでもこれカラーでとってもなと思って、えー、と奥にピンク色の花がありますよね。 これ、えー、とオリンパスの、ねえー、とアートフィルターで最近入ったパートカラーというアートフィルターなんですけどモノクロの中にチョンチョンチョンちょんちょんちょんとピンクが入ると面白いなと思ってピンクに設定して私、構えてましたでいやどういう風に撮ろうかな、まあ、これがいいなと思った時にこっちで、ね、男の子たちの声が聞こえたんです、なんかねさっきから聞こえてたんですけど境内でずっと遊んでる中学生らしき子がいるんですね。 なんかわーとかって聞こえてきたんでこれは降りてくるんじゃないかと思ってこのまま構えたままこれ動かさずですよ動かさずパッと見るとあ降りてくるこれは狙うしかないとと思ってこれ絶対動かしちゃだめなんですねそういうい時あ人来るなってパッと動かすともう次の瞬間構えて構図を作る前に人って来ちゃいます特に自転車だと。 なので、あ私、こう撮ると面白いなっていうところを決めつつ、ちらっと見てあ、もうすぐ来る、もうすぐ来る、目と、ちらっと見る目と、あと音ですね、シャーっていう音が聞こえてくるんで、あもうすぐ来るっていう、入り始めるちょっと前からシャッター切り始めます、カシャ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 っと、連写にはしてないんですけど、まあ、カシャカシャとね、こう押して、で、4人の子たちがこう通り過ぎてったんですけど、まあ、奇跡的にね、何が奇跡的か分かります <laughs> あのピンク色のパートカラー残してたんですけどまあ男の子なのにピンク色のスマートフォンを持った子が通ってくれてこれ、気づかなかったんです、シャッター切った時には。で、通っていたのにパッと見たらうわ、めっちゃラッキーと <laughs> 思った1枚が撮れたとこですね。でこういうあの境内の中もねうろうろするとちょっとこう。 人間と自然の力の相まったあの融合というかそういうね素敵なこう瞬間まあ場所をね見つけれたりなんかこういうのも好きなんですね、鉄と鉄じゃないですね車の,あのメタリック感と木っていう今日こういうギャップがすごく好きなんですけどあの撮影に行ってたこの,この日の時間帯が本当にねもう夕暮れ前だったんですよ。 であ夕暮れ前、ちょっと面白いところもう1つぐらい撮りたいなと思ったときに一番最後ですねこれはもう撮影したのがラフモノクロームというアートフィルターで撮りましたがこういうい写真ですえと後ろに丸金というねお醤油屋さんのこうまあ宣伝というかが書かれた壁なんですけどちょうど私が撮ろうとしている後ろ側に建物があってその建物の影がその壁に落ちてたんです。 丸金のマルキンのこのちょっとこう擦れた感じと後ろのコンクリートっていうその質感これが面白いなと思ったんですけどちょうど前ね、ね道路なんです、車が通る歩道がほとんどないというか人がまあ、まああそのまま歩くってあんまりないかなと思うようなところだったんですけどいやーこれは人が欲しいなと今、あとこれね、多分5分ぐらいです。 何が5分ぐらいかっていうと日が消えてしまうまで5分ぐらいもうこの、えー、とブロック3つ分なんて一瞬で日が傾いてしまうので5分以内で誰か来ないかなーとこう見てるとねもう絵になるだろうおじさんが向こうから歩いてきたのでこれは取らないとと思いながら先と一緒ですね。構えたもののはそのままで えと車が走る道路を挟んで向こう側なんですけどやっぱりこっちが狙ってると感じられてしまうと例えばあ、すいませんってこう頭下げられちゃうとこれ、もう影,か影の中に入ってしまうので知らんぷりしてます構えてこう構えますよねで構えてあ来るな来るなっていう時にちょっと顔を上げるんですね私は今、撮ろうとしていないと感じさせるんですでも、これ、動かさないので絶対に。で 構図は決まりきってるその中でおじさんがすーっと行く中で向こうの方を見ながらカシャ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 と <laughs> 撮って撮った1枚の中がこれですねあのやっぱりおじさんの影ももちろん出てほしいし太陽もしっかり当たって表情も見えてほしいのでその中で、まあ、選んだ1枚ですあの夕暮れ時とかに行くと本当に絵になるあの場所がたくさんあるのでねぜひ時間帯を選んで行っていただきたいなと思います。はい 次のね、観光の場所が二十四の瞳の映画村二十四の瞳見たことある方あ少なあよかったあ、はいあ、ありがとうございます、はい、あのー、私、初めて小豆島に行った時には見たことがなくてで、小豆島カメラの方に見た方が絶対おすすめですよって言われて、かえってそこを見たんですよ、でしかもおすすめは、えっと、一番最初の映画。 モノクロの映画って言われてもうね、すごいいんです、もうなんかあんまりこう解説はしないですけど、すごくよくて、あの何がいいかっていうと、すごくね、例えば今、壮大な映画とか、もうすっごく泣いてしまう、涙止まらないっていうような映画とかあの、たくさんありますよね、感情が揺さぶられる映画ってたくさんあるんですけど、そういうのじゃなくて、もう淡々と、ああ、人間ってこういうもんですよね。 なんかこう今、必死に抗おうとしていることも受け入れることって大事ですよねって思わせるようなそんな映画で,でその映画の舞台2回目に映画化した時の舞台になったのがこの映画村なんです。もともと二重四の瞳っていうのは坪井栄さんという方の本をっと元にして映画を作っているのでその時代のえとセットがこう組まれているんですけど。 こうね。アートフィルターでいうとヴィンテージっていうのがすごく合うなとね。こうちょっと古い感じがね。より古くあのー、イメージを引き立てるような感じで使えていいなと思った場所でした。ここねすごいんです。あのー、隣が海なんですよ。すぐ隣が海で。もうほんと1日ゆっくりしてられるなと、じーっともうぼーっとしとくだけでいいんですけど、そんな素敵な場所で。 で、ちょっと古いこういうね、あの路地みたいなものもあったりして、アートフィルター選びながら撮ってたんですけど。私またどこにこれ反応したかというと。ここね、なんかちょっと、なんかこう暗いイメージがなんとなくこうありますよね。これこのままストレートに撮っても面白くないので。わかりますここに映し込んでみました。さっきの男性が消えて、こう女の人の顔とね。こうなんかものだけ映ってくると、ちょっと怖いなと。 いうイメージで見せれるかなと思ったんですけどこれねめっちゃくちゃ考えて撮ってるんですよ。なんでかかかりますか映り込みというのは明るいところには映らないんですね。後ろがが暗くなないいいと映したいものが見えてこないんです明るいところに入ってもなんとなくは見えますけど後ろの明るさに負けちゃって見えてこないんです。なので どこがいいかなっていう場所を探してこれ中のね帽子の黒い帽子、その場所にこの女の人の顔を入れるアングルを探して撮った一枚です。本当ねいろいろな風景が広がる場所なのであの小豆島に訪れた際はもう本当にぜひ行っていただきたい岬の先っていうんですかねもう本当あの牛の後ろ足の先辺りにある場所なんですけどすごく素敵です。 ね、たくさん、ね、ご紹介したいところあるんですけど、えー、最後、ですかね私がその観光地として連れていった場所は五石山というところでずっと,こうちょっと、ね、高いところに登っていくんですけどそうすると、ね、開けた風景がもうずっとこう、ね、山あの島というか山というかそういうのが連なっていてわあ、すごい綺麗だなと思った場所なんですけどそこにあるこういうい石像もすごく素敵なんですがぜひ皆さんに見ていただきたいのが。 本堂って言うといいんですかあの中、えー、そのお堂というかそれが洞窟の中にありますで、これがねろうそくだけなんですよ中がろうそくだけで中がほんのり見えるんですけどすごくこうなんて言うんですかねこう神々しいとは言わないかなんかこう何かがいるんじゃないかっていうようなそんな雰囲気を醸し出している場所なんですけども なんかこうそういう場所に入るとだんだん自分の気持ちもそういう方向に向かっていってあなんかここ、面白いの取れそうだなと思ったときに私が狙ったのが一本のろうそくでしたでろうそく一つ取るにでもすごく難しいんですけど私あ、すごいこれタイミング良かったなと思うんですけどねろうそくってずっとこう日の形が変わっているのでどんなイメージで見せたいかってね瞬間、もう本当に瞬間ですで変わります。 で、たまたまこの時ね、本当にふっと風が吹いてくれてろうそくが細くすっと上まで伸びてくれたのでなんかこう、何かそこにいるんじゃないだろうかって思わせるようなちょっとね、神秘的というかな、あの、イメージで撮れましたで、これが撮れるとテンションが上がってくるんですね。何か私もっと暗いの撮れるもっとなんか、いろんなイメージが撮れると思うとあの、これも中です。ちょっとした虫なんですけどね。 なんかこう白い布と黒い虫っていうとなんかこうちょっと一歩先のというか一歩一線越えたところのイメージが取れるんじゃないかなっていうイメージをこう彷彿とさせて一人でねニヤニヤしながらちょっと撮影終わった場所です。でですねぜひ皆さんにいた見ていただきたいのがはい農村歌舞伎ですねえと私は10月の中山の農村歌舞伎にお願いをしてちょっと撮影に行ってきました。 であいにく、この日、ね、台風だったんですよあの、去年すごく台風が多かったのでしかもね、多分一番大型の台風が来てた時で開催されるのかどうかっていうのもちょっとドキドキだったんですけど実際にこう開催されて見に行ったんですけどもやっぱこの方たちはその地区の方々であのお化粧されながらでお化粧している方もそうですし、あのー、その土地の方々が演じるものをこう見に行ったんですけど こうさっきね見ていただいた舞台裏です、あそこで化粧がなされています寒いので化粧して出番待ちの方もこう裸電球でこうちょっと温まってたりしてこういうのも普通に全部見せて撮るんではなくてちょっとアンダー、えー、とマイナス補正にして見せることで見せたいところだけ強調するっていうようなことができて、ねえー、と結構私大胆にアンダーにします。 でこうあのー、大人の方ももちろんいるんですけどもじっとしてられない子供もねいます一番最初、えー、始まると子供の演技から始まるんですけども6時ぐらいでしたかね5時,5時ぐらいですか、はい、ちょっとこう夕暮れ時になるとさーっと幕が開いて舞台が始まります。 くさんんに来られてるんですあのいろんなところから来られていてもちろん地元の方もたくさんいらっしゃいますねでも本当いろんな場所から海外からもいましたね今年なんかこう聞いてらしたんですけど本当ぜひ皆さんにも一度見ていただきたいなと思うんですけどあの素人というかねその年の方々だからそんなって思われるかもしれないですけどすごい面白いです。 あのきちんと照、ね、明もされてますし長いセリフも皆さん覚えられていてあのずっと私、撮影しに行ったんですけど後半、舞台に見入ってしまってあしまった、た撮影してないっていうような、ね、状況になるぐらい面白い舞台でした子供のね、これお代官様役、子供の舞台が最初にあってこんな手前の子なんてすごい小さい子なんですね。 そんな子もこう長いセリフ喋りながら舞台が行われてたんですけどそんな中でもこう私のねちょっと暗く撮りたいうずうず感っていうのがあってあの女の女子ね今、いた女の子ちょっとこうアンダーにして目を映さないで撮るとちょっとこう表情が見えないのでなんとなくこうぞわぞわっとした感じに見えてきてあのこういう写真はね私はすごく好きなんでですすすここれれもだいいアンダーにしててます舞台上ですこれ演じている中です。 であのー、その、ね、舞台を支えている方々もやっぱりこう舞台が気になってしまうんでね本番中でもちょろっと覗いてみたりとかしているんですが、まあ、この、ね、音響の方もこう見ながら、えー、とーやってるんですけどもこれ舞台全体、私ねここにいて大体撮影してました、こ,この右下ねでここにおじさんがいますよね。ここのおじさんとこうこう相 コンタクト的なことを取りながらあなんかちょっと雰囲気的に気さくな感じだななんかこうここにいると悪いかなってなんとなく舞台の邪魔かなって思ったんですけどおじさんがこうニコニコしてくれてたのであよかった、撮りやすいなと思いながら撮影してたんですね、こういう風に。に。このおじさんね、どっかで会ったことがあるなとえ誰だっけいや、なんか絶対知ってると思って撮影してたんですけど。 まあ撮影に集中しつつ撮ってたので答えが見つからなかったんですよ。で、帰って1週間ぐらいしてふとああ、誰か分かります皆さん分かりますよね分かりますか分かります誰かというと多分これ、おそらくですこのおじさんですよねあ、はい今日答えが出ました。<laughs> このおじさん初めて行った日に 出会ったおじさんであなんかだからなんとなくこう身近な感じがしたんだと思ったんですけどこのおじさんがすごく面白くて多分エロい人ですよね、はいうんうんと。<laughs> あのこうね、舞台中あの、演者の方のかつらがちょっとずれてしまったのでね舞台中ですよ、立ち上がって演者の方のこうかつらを直し始めたんです。であ、こういうのありなんだと思いながら見てるとこの真ん中の方ね 気になって、ちらっと見るんですね。目だけでちらっと。<laughs> で、これどれぐらいの間ちょっと気づいたの、続いてたか私、今覚えてないんですけどこのまま、さあどうしようと <laughs> このおじさんが来るまで自分のセリフは言わなくていいのかどうなのかっていうようなね、こういうシーンもあったりして本当とね、面白い。 多分毎年毎年見れる舞台同じもの例えば演じていても見れるものって違うので本当こういうのを、ね、見ていただきたいですごく素敵な文化だなと思うのでぜひ、ね、見る人を増やしていきたいなと思うんですけどもう台風なので6時、7時ぐらいから結構ポツポツで終わりぐらいにはザーっと結構雨が降ってました。私ちょうどね、えー、EM-1 とえー、と40、150のレンズでこれ撮っていたのでもう防塵防的でねあの気にせずこう撮影はできたんですけど、まあ、舞台が終わってこう一本締めで終わった後この舞台、今から台風来るのにどうするんだろうとと思ったらそこから片付けが始まりまりしたえ今から片付けるのかと思ったらねみんなが力を合わせたら早いんですね。 こうずっとと見ていただくと何がどうなっているかあんま分からないかもしれないですけど真ん中の赤いねあの,のれんというかが今取れましたねずっとこう皆さん、ずっと動いてあっという間に片づけが終わり、ああ、すごいなとなんか本当にねあのこういうい地元の方々と何か触れ合うって今、皆さんなくないですか あの隣の人がどんな人住んでるか分かんないっていうのももちろん多いでしょうし隣のえとまあ近くに住んでる人よくこの人スーパーで見かけるなと思っても話しかけることもきっとないしでも、こういうふうな年に1回その土地で何か皆さんが力を合わせて行うっていうのはすごくこうやっぱ密な地域社会というかそういうのを築いてくれますし人がね温かくなるなと思いました。 あこの人知ってるけど話しかけたことないしなって思うとそういう人間関係が続くと必ずこう人の心ってどんどん鍵か,かけていっちゃうんですねでそうじゃなくって1つ挨拶するだけでもいい何かこう関わりを持つことでだん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 人の心って開いていって街を作っていくそれぞれのねなんかこう街の特色っていうのが出てくるので小豆島にこういう文化が残ってるのは私すごく素敵だなと思います。 はい、でですね、ちょっと急ぎ足ですいません、何分まででした <laughs> 4時まで、あ、すいません、ちょっとお話に夢中になって、えっ、ー、とですね,ね、あのー、ぜひ皆さんに行っていただきたいんですけど、えー、と小豆島、下のね、えー、と観光の場所だけじゃなくって、上のこういうね石切り場っていうところがあるので、ぜひ行ったら、車でぐるーっと回っていただきたいんですけど、1つだけね、小豆島の情報、もう1つだけ。 <laughs> あの小豆島から大阪城のえっ、ー、となんて言うんてうですか城城石石垣, <laughs> 石垣が運ばれたりしてるんです今でも神戸から3時間10分の船で行ってるものをその時代にねここから切り出した石をね運んでいってるのはすごいなと思うちょっと文化ですし最後までちょっとお見せできないんですけどあのぜひね島に囲まれた海 の風景をぜひ見ていただきたいなと思いますしちょっと関東からはねあの足を伸ばすのがちょっと時間かかるかもしれないんですけども行けば本当に素敵な風景が広がるのでぜひ行かれる際は1泊2日以上日帰りじゃないです1泊2日以上でまず車でぐるっと回って楽しんでいただきたいなという場所でしたはいすみません長々と以上で、はい、私のお話終わりたいと思いますありがとうございました。